ブルックベルクは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテルフランケンのアンスバッハ軍に属す、町村で、バイエンツェル行政共同体を形成する、自治体の一つである。この町は、公式には5つの地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。ブルックベルクが初めて文献上で言及されるのは1253年である。 この村は1792年にプロイセン王国に併合されたアンスバッハ綱領に属した。ブルックベルクはこの綱領の一部としてパリ条約によってバイエルン王国に交換された。バイエルン王国の行政改革の時代、1818 18年の自治体令によって現在の自治体が出来上がった。ブルックベルクの議会は12議席でこれに首長が参加する。 図柄、紋章の上部は、銀と黒の一末模様に四分割。その下は青字で五つの赤い花をつけた銀色の、バラの木が描かれている。ブルックベルクには、ノイエンデッテルザウ法師団の精神障害者、治療施設及びその居住施設がある。この地域ではよく知られたビール醸造所ドルンブロイも、この村にある。ブルックベルクは、ロマンティックフランケン観光連盟に属している。 ブルックベルクはアウトバーン A6 号線の近くに位置している。ありがとうございます。